こんにちは、八尾の部屋です。今日のゲストは夢の島工房代表の、増田さんです。どうもよろしくお願いします。やっとこれ完成しましたけども、2008年の11月から、今は2010年の5月ですかね、足掛け1年半ぐらいですかね、第1作の時にも丸1年かかって、これじゃいかんと、もっと早くしなきゃいかんと、って言ってこれですからね、今回ちょっと前回に比べて、長い、前回30分弱だったんだけど、今回は、ご覧の通り40分近くあるとで、これ今日はね、小道具等の紹介ということがあるんですけども、これはですね、実は探検というものをどう扱うかと、探検行ってるっていう設定にしようじゃないかということで、第1作の、特典映像とかにも、この特撮とか、撮影秘話とか、一切言わなかった。で、押そうかなと思ったんだけど、持たないと思う。無理だな。やっぱり正直言ってこれ探検は行ってません。6時で一番多かったのは藤沢市ですか？横浜市。神奈川県。いやでも広く茅ヶ崎市も使ってるから、ね。そうか、そうだね。距離で言ったら半径5キロ気持ちっちゃくなっちゃったら今大きくなるのかと思った。10キロぐらいあるかな、じゃあまず小道具、これは何、テント、あたり、ほう、これ第一作で使ってる、裏に見えるかどうか、ポタージュって書いてあるんですこれ何で作ってる？大体物作るときは、基本的に粘土なんですよ。紙粘土みたいな粘土で、後の材料は部屋の中で見えてるものと、はい、これなんかゴミ箱にあったからそれ取って多分使ったんですね。究極のエコですよね。もうそれだから、だいぶ20年ぐらい前から自分ではリサイクルアーティストと名乗ってるんですけど、なるほど、なかなか普及しない、これがテント、MVG の作品というのは、知ってるかどうか知らないけど、基本的に工作系の映画なんですよ。そういうジャンルを自分ずっと作ったの、一番初めに作った水晶ドクロ伝説、これもやってみたらもう映画撮ってんだか工作してんだか分かんないっていう。あのおじいさんとかすごかったね、でもザックとかね、服とかね、全部作ったわけで、自分にとってはこの映画作ってるっていうよりも工作の延長で映像撮ってるっていう。一個一個言っていいんですか？いいですよ。これは何ですか？道具ですか？これ見覚えない？あれだ、樹海にあったやつ。そうでっかいやつだこれ。すごいね、これも材料はさっきの粘土。粘土だから100円でこのぐらい入ってるから、いくら分分かんないけどもう10円いかないぐらいだよね、これは。すごいね。これ何でこの模様っていうから作るの？テレビ見ながらなんか用事かなんかでやったんですよね。でね、今回のシリーズっていうのは基本的に、安く早く作ろうと、そのためにはどうするかっていうところで、小さいもので済まそうという。これなんかもうもっと大きくつければもちろんもっと成功にできるのは分かってるんだけど、でもあれ本編見て分かる通り数秒じゃん使ってるの、そのためにこのエネルギーを使って金かけてやるのは割に合わんと、どこまで手を抜けるかというところで、もうなるべく小さく作る。これならテレビ見ながらちっちゃいできるから、いいだろうと。やっちゃえばすぐ乾くの？1日ぐらいで乾くの？いや、これはトースターに入れてポンと焼くの、焼くっていうか乾かす。乾かす。冬ならストーブの前に置いとくの。はい、これもまた階段、隊員の足元にある小人の遺跡の階段、はい、これをちょっと合成用に作って。これ色は何でつけてんの？これはね、全部同じなんだけどアクリル絵の具、水性の。でこのね、映る方向は、こっちから映ってると、もう裏は映んないから塗らないという、徹底したこのコスト意識ね。なるほどね、だからなんだってわけじゃないんだけどさ、ポタージュとかね、そう映んないわけだから、映んないからな、これどこに出てきたの？これはね、オオカミか、あの時もう河原で撮ったから、テントなんかも映ってなくて、それを合成していると。
はいはい、あんだけのためにまさか本当のテントを持ってて建てるのもめんどくさいでしょ。大変だよね、うんうん、でもっと大きなミニチュア作るのも無駄でしょ、うん、でこうなったこのイメージ通りのいわゆるテントの色のテントって今ないしね。そうだよね、うんうん、この色ないんだよ、うん、これはこれも今回 の、 あの遺跡で、うん、石切り場で撮った遺跡、うん、あそこを仏教用寺院にするために、うん、の崖の一番上にこれを合成してる。これこっちから撮られる。そうそうそう、だからこっちは色塗ってないですね。その通りです。はぁ、うん、これはまた生物的なこれは洞窟の中に出てきたワニの化石。これもすごいね。あーこの辺のこの作り込みはすごいね。これねちょっとしたコツなんだけどね。はあ、まあ、教室とかやる次はね。あ工作教室手芸とかね。そうそう、うん、あの次の特典映像。ああなるほどね。作っちゃえばいい、ね、目の前で。そう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 、これ参考になるわね。これはすごい誰が参考するかわからないけどで俺だ今触ったから、うん、これは中にこのこれはね今回のミイラの、うんうん、小人のミイラという設定で。すごいね。これも映ってんだよね、もうね、うん、細かくはね、うん、はあ、中がこう 金箔が貼ってあるっていう、ね、すごいよこれ豪勢な、うん、すごい王様って感じで、うん、これも材質は基本的に同じね。この金細工のこの辺、はい、これなんかねこれ100円ショップによく売ってるんだけど、うん、多分本来の使い方はあの紙でこう皿の上に置いて、うん、クッキーとかを並べるやつなの。だから店に行ってこう同じものを並んで女子高生と一緒にこう同じものを見てるんだけど。ああ、視点は全然違うんだね。全然違うこと考えてるね。ああ、キモとか思ってるんだよ女子高生はね、うん、なんだこの親父と、うん、大きなお世話だな。なるほどね、うん、さあそれでちょっと大物の、はい、どれ行きましょうか。ワニ行きますか。ワニ、ね、ワニはこれもう何回か作り直したんだけどちょっとこれだけは気合い入れようかなと。感触をどうしようかねこれはね、うん、何これゴムじゃなくて。難しかったんだけど、ね、これはすごいね。でもうまくいってないんだけど、うん、まあ、今回ちょっと試しながらっていうんで、うん、これは同じ、ここは同じ、うん、ここが違う。これも表面は同じ。同じ。また口を作ってるよちゃんと。結構口とか歯とかよくできてる、うん、よくできてるできてる、うん、これはだってこれ買ったら高いぞこれ売ってたら、うんうん、これはね、うん、あの私です。あ、マサさん6分の1のフィギュア、うん、これはね、うん、俺は恥ずかしかった操作してて、うんこれね、基本はちゃんと顔も作ったんだけど、うん、やっぱ人形だと、うん、こう写真をこうくっつけてしまうと、うん、で正面からこう見せると、まあ、リアルに見えんじゃないかなと。そうそうそう、いいアイデアだと思ったんだけどね。アイデアはいいよ、うん、このバカバカしさとさ、うん、これをだからあの撮影してるところを撮ってほしいぐらいだよね、うん、まあ映ってるけどね。あ、やだよねこれね、うん、撮ってる自分が来るんだもんね向こうからね、うん、だから俺一人で撮影するの嫌なんだもん、うん、超嫌だよ俺も。でこれがお松明、松明ここに火をつけて撮影したんじゃなくて、うん、火は合成だと。おう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 、だからこうスイッチがあって押すと光るとライトが入って、これですよ。これはこう照り返しが。でもあれがもしも本当に火つけちゃってたら、うん、ああはいかないんだよ、うん、もうちょっと顔に近づけてったら燃えちゃうしさ、うん、振り向いた時に火が当たっちゃったりするし、うん、まあそれに怒られるわな。そうなんです、うん、火燃やしてたら。そうなんです、だから、あの今回もやったけど、うん、焚き火のシーンなんで、はいはいはい、火を使わないと、うん、火を使わなければ公園でも撮れると、うんうん、で火を仮につけてやったとしても、うん、いい具合にはいかないんだよ。ちっちゃすぎるとかでかすぎるとか、ネジとしての火は出ないよな、うんうん、っていうこともあったんで、焚き火のシーンの炎は一作目に使った炎をまんま持ってきてる、うん、で構成してる、うん、そういうことで、うん、より安全に通報されずに済むようなやり方をこう工夫しながら、なるほど、あのちょっとこう自主映画を撮ろうっていう人も、うん、まあ、無茶せずに、うんうん、通報されちゃったらおしまいだから、おしまいだから、うん、ややこしいからね、うん、そういうのを気をつけていろいろ工夫してやってください、うん、
特撮、うん、特撮について、うん、なんかこだわりがある、うん、うん、まあ見ても分かる通り、うん、こんな例えば階段のカットなんていうのは、うん、その CG とか、うん、画面上で絵を描くだけでもまあできるわけよ。はい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 。でワニなんかっていうのもこんな面倒くさい撮影しなくても、うん、まあ 3D でこのデータを作ってやるともうほとんど完璧に近くできるんだと思うんだけど、初めてあのジュラシックパークとか見た時はびっくりしたけど、うん、あんなすごいレベルのものですら、うん、今自分たちが見るとああ CG だってわかるじゃない。はい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 。なんか感動がないじゃない、うん、ましてやそんなパソコンレベルで自分たちが作ったやつで、うん、でそこそこのもの作ってもああ CG ねになっちゃうから、うん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 、であればもうアナログですもん、うん、作って、うん、合成だけデジタルデータを使って利用すると、うん、いうことをすると、うん、なんか面白いことができるんじゃないかなと、うんうん、さあ、うん、それですよ、はい、まあ、この探検シリーズの原型となった、まあ、企画があると、うん、それをちょっと紹介していただいて、伊豆高原にハリネズミが野生化したのが増えてると、うん、今見たんだよね、うん、でなんかもう即決で行こうってことになったんだよね。あれな、早かったね、決めたのね。珍しいよね、私にしては、うん、で夜行性のそのハリネズミを探そうと、うん、で撮影しようと、うん、って言ったらもうすんごい土砂降りでね、すごかったね、うん、一歩も外に出られない状態で、何しに来たんだっていう、見えなかったもんね前ね、うん、あでまあ撮影できなかったんだけど、うん、次の日晴れて、うん、せっかくだからっつんで撮ったんだよね、うん、洞窟行ったんだ、洞窟、うん、コウモリがいっぱいいて、俺怖かったね本当に怖かった、俺は本当に怖かったね、俺もう嬉しくて、あ俺は怖かったね、こんな間近にいっぱいコウモリいたことがなかったから、うん、お生まれて初めてだよ、うん、俺は恐怖を感じたよ、うん、俺だからあの何ダニとかさ、はいはいはい、伝染病とかで怖がってるのかと思ったの、うん、本当に何か出るんじゃないかと、こんだけコウモリが暗がりにいるっていうのは経験ないから、初めの企画ではそういうノリで緩い感じでどっかにカメラ持って行って探検風のナレーション入れて探検風の音楽と編集でなんかちょこっとしたものを作って遊ぼうかって言ってやったんだよね、そうそう、意外とねコウモリが撮れたりでっかいアオダイショウが撮れたり、大胆な、うん、面白い映像が撮れたんで、そんで撮って編集してるうちにこれはちゃんとやったらなんか面白いなという、おうおうおう、いうことになって、でもう一気に企画は変わっちゃって、もう制服作ってもう一回探検やろうと、ただしあの二人でやる身軽さっていうのはこれはいいかもしれない、それで生まれたということだね、二、うん、人はでもいいね、うん、あの楽は楽だ、うん、今日ダメって言えるし、うんうん、急に、あとね、あれもあるよ、実際の仕事とかプライベートでちょっと忙しいとかさ、うん、しばらくできないとかさ、うん、あれもあるよ、うん、あとだからこの辺の工作とかももしも好きな人がいて手分けしたらっていう手もあるんだけどさ、うん、でも工作系の映画だからもともとそれを人に任せちゃったら何やってんだってことになっちゃう、そうだそうだ、あとはやっぱあのねミーティングという雑談が長すぎた、うん、一切何の結論も出ないで一日過ごすってのがあるからね、うん、あるある、 車の中でな、撮影はあんなに早いのに、うん、撮影は早いでしょ、早い、あとさ、うん、普通に考えてあの遺跡の場面高取山で撮ったやつ、うん、あれって半日だからね、正味3-4時間、3時間だ、4時間なかったかもしれない、うん、よく撮ったな、全部撮ったからね、うん、それにしても撮影が昔だったらあれ3回は行ってるからね、うん、あのカット撮るの、ああそうかね、うん、あそうかね、3回は間違いなく行ってるね、ああそれは何だ、一個一個こだわっちゃうわ、あのね確かにそれもある、うん、じゃあ同じようにこだわって出来が良くなるかっていうと、うん、多分1割ぐらいしか上がんないの、ああなるほど、っていうのが分かってきた、あ昔は分かんなかったからまぐれでできるかもしれないからってんでもう10回も20回も繰り返しやっちゃうのよ、あで繰り返せば繰り返すほどもうおかしくなるっていうのがこれは俺の持論なんだけど、なるほど、
確かに使うのは2回目ぐらいだったりするのに、うん、20回撮っても、うん、だったら初めから2回ぐらいしか撮らないでもいいんじゃないかなって、うん、チームウェンズデーというこの何設定を使いながら、はいはい、撮影の範囲は今までと同じでいいのよ。おお、神奈川県で、うん、もう半径10キロぐらいで十分で、うん、はいはい、幸いなことにね、あの都心に住んでる人と違ってちょっと行けば川もあれば山もあれば、うんうんうん、車で行って洞窟もあって、うん、これを使わない手はないでしょ、うん、日帰りでできるんだから、うん、で舞台はあくまで海外と、はい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 、シリーズはもう一個ぐらいはちょっとね、うん、このスケールのちっちゃいやつも撮ろうかなと、うん、自作の一応は何、マンモスはこれぐらいの、うん、もうちょっとね短い、土日があっても今土日撮影できないんだよ。お、土曜撮影したら日曜休養に当てないとさ、はははは、月曜の仕事に差し障るからね、差し障るっていうか起きたらあんなんだよ、もう疲れちゃってでも年齢的なものもあるよな。あるね、うん、びっくりするね。びっくりするよ、うん、うん、あと俺が思う課題はあれだね、キャラを固めるっていうね、うん、うん、似てるんだよ、ヤオイとヤカグチがな、うん、あれはもっと対比させるように、どうしよう、ヤオイをもっとあのバカにした方がいいんじゃないかね、うん、なんかあんま物を知らないみたいなっていう風にするのも分かりやすくていいかもしれないよね、うん、一番分かりやすい対比だよね、うんうん、だから元の設定をおさらいすると、うん、国際探検協会の中に、うん、日本支部っていうのがあって、うん、日本支部の中にもともとチームサンデーからチームサタデーまで7つあったと、はい、7つあったね。でチームウェンズデーが川口がリーダーで、うん、チームサースデーのリーダーがヤオイだった、うん、でリストラがあって、うん、もう探検部門は一本化されちゃって、うん、でチームウェンズデー一つになったと、うん、そこで、ね、2人だけ残ってるっていう設定なんだよ。そう、それをもう一回おさらいすると、うん、もうちょっとキャラクターできるかもしれない、ね、うん、うん、だ俺は違う方の調査をなんかしてた部署なんだろうな、木曜は。基本的にその UFO 関係だよな。だから調査とかなんとかっていうのはそっちに任せてもいいのかもしれないね、うん、泥臭い探検とかこっちにするとかさ、うん、次はもうちょっと仲を悪くしてみるとかね。うん、それもそうなんだよ、うん、もっとだから単独行動を多くするとかね、うん、そういうのはかっこいいじゃない。キーになるとこだけであって、あとは単独で、うん、そのメリットは他にもあって、うん、撮影が多分早く済むよ。ヤオイだけのシーンって多くなるから、うん、そうすると撮影に徹することができるじゃん、うん、2人のスケジュールが合わない時でも、うん、少なくとも俺しか空いてないって時でも、うん、他のスタッフを雇ってやれば撮れるとかさ、うん、次回作はね、うん、あの実は決まってないね、あんまり。ほう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 。マンモスを出そうと、うん、でマンモス関係の、まあ、未確認生物を出して、うん、で舞台がシベリアにして、シベリア特有のものをちょっと入れつつ、うん、まあ、ただねちょっともう一回フィギュア、この人形も綺麗に作り直して、うん、6分の1のスノーモービルに乗ってる場面とか撮ろうかなと。はいはいはい。あ、これじゃダメか。ちょっとこれ作り直さないと、うん、離れちゃうしな、上半身と下半身なでもこの顔がね、この俺の顔、これ顔で、ヤオイの顔もあるんだけど、うん、顔の部分っていうのはもうちゃんと原型を作って型も作ってあるから、うん、いくらでも作れるから言ってくれれば複製可能。写真送ったもんな、うん、ちゃんとこの足の長さとかも測ってさ、うん、あの余分あれば販売用ということで売るのこれこの冬ですかね。だから冬なんだよ、うん、あのシベリアだと別にシベリア冬しかないわけじゃないと思うんだけど、うん、オランダって言ったらチューリップしかイメージしないのと同じでさ、同じだ。シベリアって言ったら雪だよね、うん、やっぱね。だから今から準備しといて、うん、冬場の、うん、寒い時にこれでもちょっと1回ぐらい気合い入れてさ、どっかあの近場のスキー場に行くぐらいのさ、雪があるところっていう。でも箱根あたりで雪降るでしょ。あ、そう、うん、箱根なら遠くないよね。遠くない、遠くない。あのここは横浜なんですよ。ああ、横浜の外れ、外れだから、あのその関東近辺、箱根でもどのぐらい、2時間ぐらい、2、3時間、2時間かかればかかんないぐらいじゃないの。あ、そんなもんでいけるかね、うん、うん、
三浦半島の先っぽまでも空いてりゃ1時間ちょっと、うん、2時間かかんないぐらいで行けるんだよね、うん、っていうぐらいだから、まあ、その地の利を生かしてね、うん、箱根か、箱根、ね、スキーするわけじゃないんだもんね、うん、箱根でここ雪降ったら使えるなってところを押さえといて、うん、で行くと、うん、撮影して夕方までやって、うん、まあ風呂入って泊まって朝帰ってくるぐらいの余裕を持たせて、いいね、それはね、うん、うん、チームウェンズデイ探検シリーズ第2弾、密林に眠る謎の仏教遺跡で見つかったといわれるラマ寺に伝わる巨大人類のミイラは何を意味するのか。調査に分け入った探検隊を次々と襲うのは巨大人食いワニ、野生のトラ、毒動物の群れ。生物が異常に巨大化するという不可思議な地域は果たして実在するのか。竜伝説のみ残し、住人が消えた村に現存する秘密の洞窟、そしてその洞窟に眠るものこそ竜の化身なのか。数々の困難を乗り越え密林奥地で伝説の遺跡を発見した探検隊が見た驚くべき結末とは。インド奥地、幻の寺院に謎の巨人伝説を終え、次回チームウェンズデイ探検シリーズにご期待ください。